採点チャ屋駅は大阪府大阪市西成区立花三丁目にある南海電気鉄道高野線の駅。駅番号は NK06 から1相対式ホーム2面2線を有する地上駅。改札はホームごとに独立しており、入場後のホーム間の行き来は不可能。各ホームの改札はホームの潮見橋寄りにある。男女共用の推薦式便所が 岸の里多摩で方面ホーム側に置かれている。なお、乗り場番号は設定されていない。2019年時の1日平均乗降人員は269人である。塩見橋線の駅としては6駅中4位である。近年の1日平均乗降乗車人員の推移は以下の通り、駅周辺は昔ながらの街並みが広がっている。駅南側の商店街は、 NHK 連続テレビ小説、二人っ子の舞台。記念碑が食品館アブロ店か茶屋店の前に立っている。大阪府と計年間大阪府時計年間大阪府時計年間大阪府大阪府時計年間大阪府時計年間大阪府大阪府時計年間大阪府時計年間大阪府大阪府年間大阪府年間大阪府年間 大阪不統経年間大阪不統計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 年間大阪年間大阪年間ありがとうございます。